皆さんこんばんは、いくよママです。はい、こんなに真っ黒にカラーリングして今年も懲りずにスーパーボディコンテストに出ようと思います。私が出ます部門参加者が私も入れて3名しかいませんあーやだー。例えば10何人とかいて予選落ちとかだったらそんなに傷つかないじゃないですか。出る方が3人だと結構傷つくよねもうほんとプレッシャーなんですが頑張ります。はい、ということで今回の大会なんですが、筋量は増えました。前の大会が終わってずっとトレーニング続けてて、トレーニングするのがもう習慣化して本当に今日までやってきました。トレーナーつけてない時の方が長いんですけど、サクサクジムまで行ってトレーニングしてってやってたので、あ、本当に筋量とかついた。この辺とか結構肩とか大きくなりました。はい、いいこともあるし反省点もいっぱいあるんですけど、まず筋肉はついたんだけどちょっと絞りが甘かったっていうのがあります。っていうのが私夜のお店をやってて、今年になって食堂を始めたじゃないですか。ですごい食べる量とお酒飲む量が増えたんですよ特にお酒がすごい増えて、で自分でなんか思ってたんですけど、大会前お酒をやめたら 3,4 キロストンと落ちるでしょと。なんですが、実はお酒やめても全く体重が減らなくて、何が起こったのと。私トレーニング頑張ってるしお酒全く飲んでないし、もちろん食事も脂肪になるようなものは一切食べてないのに全然体重が減らないし、見た目も全然絞れてないし、何なんだろうって思った時にトレーナーに言われたのが、今までカロリーを取ってでトレーニングもしてて、で大会直前になってトレーニングはハードになってるのにカロリーを抑えてるからもう体が溜め込むようになっちゃったみたいな。私なんかね、もうアルコールだけで大会前アルコールの摂取量だけでなんと2500から3000カロリー取ってたらしいんですよ。でそのカロリーがゼロになったことで体がやっぱり危機感を覚えちゃって、エネルギーをあんまり使わない体になっちゃった、なので食べてないし飲んでないのにすっごい体がむくんだりとかしてるんですよ。で今もそうで、よく皆さんがやってる水抜きとかやろうかなと思ったんだけど、慣れないこと素人がやると失敗するからやめた方がいいって言われたんでやってないんですけど、はい。でもそのぐらい体重も減らなかった、体脂肪も落ちなかった。なので全然絞りが甘くて、今回の大会前で学んだことは、私は酒を飲みながらトレーニングした方が痩せますっていうのは、お酒をめちゃくちゃ飲んでる時の方が体脂肪低かったんですよこんなこと私人生で初めて知りました。なので次回そのデータ取りも含めて一回お酒をやめないでトレーニングガチして大会出てみようかなとか思ってる今日ママです。あ、また舐めてるって言われちゃうから本当に私お酒やめた途端に元気がなくなっちゃってリッチ食堂出てる時みたいに飲まなくてもいいんですけど、やっぱりちょっと寝る前ぐらいは飲みたい。お酒飲まないと寝れないことに気づいて、でこれを言うとお酒飲んでる人は熟睡できてないからっていうお話が聞くじゃないですか、なんだけどトレーナーに聞く限りは人によると、お酒飲んじゃうとこう覚醒しちゃって寝れない、興奮しちゃって寝れない人もいる。でも私の場合はお酒飲むとめちゃくちゃ眠くなるんですよ、でましてやトレーニングもしてるので酒飲むと速攻で眠くなってもうベッドに入ってもう注意持たないぐらいでパッと寝れるんですよ。だから私の場合は多分お酒飲んだ方がいろいろうまくいくではないかなと思いまして、
なので、お酒でカロリーを取るっていうのを次回の大会ではやってみようと思ってます。はい、酒大量に飲んでてスパンとやめたからって体重は減らないです、はい、減らないです。逆に私のように溜め込んでしまいました。なんですが、大会前禁酒を心に決めてやってて、まあ、今日で14日間飲んでないんですけど、途中で思いました。カロリー酒で入れようかなと思ったけど、うん、まあ、今回は最後まで禁酒しました。なので明日は終わった後美味しくお酒を飲むのだけを楽しみに行こうと思います。そんな感じで体験しながら学んでいく、自分の体と向き合っていくっていうのはすごく大事かなと思います。あの、私の例がね、全てではないと思います。はい、うん、私は酒飲みながら酒飲んでも痩せるっていうのをね、ちょっとやりたいなと思います。そんな感じで明日は頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いしますね。ぐももでした。